元より人は寄らないが、これほどの腕は初めてだ。確かに偏僻な地だ。なぜここに？あんたも感じたはず。心が静まっただろう。猿が好むほど貴重な鞘とはな。欲しいのか、または笛を聞きたいか。弾けない。お前に代わって役に立てよう。
いつでも立てますぜ。酒井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っておりますよ。北西の岸へ向かえ。酒井砦？あれは父が建てたもの。息で何かあれば、民はあそこに逃げるはず。では、大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし、息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大高どもの企みのせいだろう。綿摘様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い影。影！馬は無事だろうか。着いたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。
出口はどこだ。よし、うまくいった。境取りでは遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして影見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。どうした？ あの女はどこだ？崖にいた。落ちたのか？いやだ、いやだ。心の病だ。対馬の民と同じ痛ましい。黄色のウグイスだ。あんな鳥は初めて見た。俺はここだ。こっち来い、マルチャフイサムライ。動くな。木の端が食い込んで痛かった。もう安全ってこと？ありがとう。道中気をつけよ。
島の不能さだ。この蹄は影のものだ。どこへ行ってしまった。空腹だったか。狼狽もせず草を這んだ。倒れたか、転げたか、無事であろうな。そこもと。静かに、引かれますよ。大高族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。落ち着け、人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏みつぶして、運よく事なきを得ただけなんです。その馬どちらへ行った。猛虎を追って丘の方へ。助かった。馬を見つけたら礼をお伝えください。馬の蹴りで頭を割られておる。あの音近いぞ。影、今向かう。なんだ。
よくやった。いい子だ。影。ようやく会えた。怪我はないな。死んだかと思ったが、お前を見くびっておったな。お前が見せた足で猛虎を潰す動き、忘れるでないぞ。襲われておる。急ぎ向かうぞ。最後二度も命を救われました。礼は良い。馬に行ったのですが、ともあれおかげで助かりました。褒められたな。行くぞ。共に息を救おう。
하긴 뱀 내게 못 있어. 스토 스테이 비치 바스. 待たせてしまったな。あんたが片山の位置にいたら猛虎を止められたんだろうな。お主戦ったのか。そうさ、とは言ってもついに位置を乗っ取られたわな。よくぞ心を決めた。俺が位置を取り返そう。하라고 요구해. 어찌 빨리 なんと美しいことか。
まるで母上に笛を教わったところだ。母上は今日の館を渡り歩くという猫の話を愉快そうに。教わったが、じきに剣の稽古が始まった。母上は俺の手を引いて剣士の道場へ通ったが、稽古をさせたくなかったと思う。ここは戦場だった。思い出したくもないな。ジン、怪我はないか？これで勝ったと言えるのか？さあ、父君のところへ。足立殿、私は喜び勇むべきでしょうか？勝ったとて勇む道理はないぞ。あの者どもは戦の作法すら知らぬ百姓。黙れ。わしはこやつと話してまいる。足立殿、皆に飯を、酒も振る舞え。こっちだ。父上、この戦は。あやつらは海賊をかくまった。だから村の者を全て殺したのですか？いささか分別がなかったが、始めたのは向こうだ。私が斬ったのは。お前が斬ったのは罪人だ。見事であった。思いがけもないほどに。父上、地頭殿のご下旨に従ったまでだ。顔を上げろ。お前は戦士だろ。
上が生きていればクロードを認めただろうか。